はい、諏訪神社に来ています。こちらの諏訪神社は神仏混合の関係で、あれですね、お寺さんともう分け目がないんですね。本来神社 のところにもすでにお墓がめり込んでますけど、ちょっと珍しいです。もっときっちり分かれてるんですけどね、ここはそこまできっちりやってなかったですね。諏訪信仰も武田信玄の時にだいぶ復興したんですけども、その後ちょっと廃れてしまってる部分もあって、ちょっと面白い気ですね。これは多分カジノ木ではないな、何の木かな、ちょっと面白い気がありますね。諏訪の関係だとカジノ木なんですけど、これはちょっと分かんないですね。隣はカジノ木みたいですけどね、なんかちょっと面白い気がありますね。ズームすると、こういう、ものが残っているのが珍しいですね。これ彫りなんかも結構しっかりしたもの。こちらはお拙者がありますね。こちらは八王子社山の神様天満神社ですね。向かい側はないですね。雪の降る地域だとやっぱりこういう囲いがしっかりしちゃって社殿は見えないですね。昔はでも結構大きな神社だったと思うんですけど、これはすごいですね。これだいぶ立派ですね。文化財に指定されている旧なはずなんですけど、あまり見る人がいないんでしょうね、こういうのは。